ハットフィールドハウスの主館。17世紀建造敷地内に15世紀末に建てられたビショップ館の一部が残されているヘンリー・パスセイ、王女時代のメアリー王女時代のエリザベス・ゲンソンの主館を建てたロバート・セシル・ハットフィールドハウスは、イングランドのハートフォードシャーにある中世のカントリーハウス。15世紀末に、高位聖職者の邸宅として建造された後王室の 宮殿の一つとして使われ、17世紀初期に、ロバート・セシルが改築して、自定とした。現、所有者は、子孫の、第7代ソウルズベリー校、ロバート・ガスコイン・セシルだが、一般公開されている。主館である、ハットフィールド・ハウス、聖職者邸だった頃の一部であるビショップ館、庭園のハットフィールド公園からなる。15世紀末に、 イーリー大聖堂のモートン数機卿によって建造されたが、ヘンリーパセへの宗教改革の際に没収され、国王の子供たちの宮殿として使用された。メアリー一世やエリザベス一世来が育った場所として知られる。ジェームズ一世の時代にロバート・セシルが手に入れ、以降セシル家の邸宅として今に至る。大物政治家を輩出したセシル家の人脈が多数。 出入りする、正解サロンとしても有名で、1903年には、日英同盟締結を求められていた、伊藤博文も招かれている。モートン教が建て、ヘンリー・パッセイの子供たちが暮らした、古い館を取り壊して、1607年から1612年に、ロバート・セシルが新たに作った3階建てレンガ作りのカントリーハウス。17世紀のイングランド建築の代表例で、 ジェームズ一世様式の館としてはイングランドで五子に入る重要な建造物である。聖意欲が1835年の火災で破壊された。もともとイーリー大聖堂の聖職者たちの邸宅で国王らもしばしば訪れる場所だった。1480年にモートン教が赤レンガ作りの新しい館を建てた。1515 15年頃からヘンリー・パッセイが 別邸のように使い始め、娘のメアリー王女を住まわせていたが、1538年に正式に所有し、幼いエリザベス王女やエドワード王子も暮らし始める。1549年に、ジョン・ダドリーに譲られたが、エリザベスの反対によって戻され、メアリーの死で自らが即位する1558年まで暮らし、即位後もしばしば訪れた。エリザベスの死後、 ジェームズ一世の批判オブデンマークのものになったが、1607年に、ジェームズ一世は、ロバート・セシル帝との交換を望んだためセシル家のものとなり、主観は取り壊されて改築された。残された馬やトモンローは15世紀の貴重な遺構として保存され、レストランなどに使われている。ハットフィールドハウスの敷地と庭園を含む7500、平方 M の公園で、 17世紀初期に増援され、19世紀半ば、20世紀後半に整備が行われた。ヘンリー・ムーアなどの野外彫刻も多数配置されている。多くの作品のロケ地として使用されている。ありがとうございます。